楽天さん、頑張ってるんじゃないですか。最近ね、楽天からですね、メールが結構頻繁に入ってくるんですよ。その多くは、ポイントを出すからお金を使ってくださいと。もっともっと買い物をしてくださいってやつなんですよね。確かに楽天さんとしては、手数料収入ですから、楽天関連のところからね、ログからですね、商品買っていただいたりとか、お金の流通が起きなければ話にならないですよね。楽天さん、特にちょっと業績の方で、いささか心配なところが出てきましたからね。まあこういうキャンペーン打って出るのもよくわかります。ただね、ちょっとね、楽天さんのその還元っていうのは渋いんですよ。しわいと言いますか。だってこれじゃあね、インパクトないですよね。まあその中で今回は、まあまあいいんじゃないのみたいなの来ましたんで、そちらの方ね、紹介していきます。まずこの画面見ていただけますか。はい。楽天銀行なんですけども、こちらの方に新規で口座開設をしていただいて、プラスですね、1万円以上入金してくださると、銀行に。銀行ってのはお金入れないと使えないですからね。そうすると、2000ポイントあげますよってことなんで、2割バック。なかなかいいような気がするんですけども、これね、入金金額の20%とかになんないですかね。もちろんね、そんなことしたら1億円とか入金する人がいたら困っちゃいますよね。だから上限金額を設けて、例えば10万円までの入金で20%ポイントバックみたいなことにしていただくと、非常にこれね、注目するんじゃないかなと思うんですけども、2000ポイントじゃね、今ね、人の心を動かさないですよ。いや、これはね、安く見積もりすぎなんじゃないかなと思いますよね。まあ、割合としてはいいんですけどね、1万円入金するだけで2000ポイントつくっていうのは、まあ、銀行金利でいうと2割ですからね。まあ、でもこれ一回こっきりでしょ。しかも、楽天銀行、すでに作ってる人多いんですよ。そう考えるとちょっとなぁと思います。ただ、楽天さんの視点からすると、楽天銀行の口座がね、まだね、例えば、まだ1500万口座しかありませんよってことでしたら、あと3000万口座ぐらい作れるよねってことで、これをやってるのかもしれませんけども、いや、どうですかね。そもそも銀行口座作る意味って、なくなってきてるわけなんですよ。でしょう。だって、PayPay とかあったら、銀行いらないですからね、もうすでに。PayPay のアプリだけ搭載しておいて、そこに、ポイントを入金できればいいわけですから、銀行いらなくなっちゃいますよね。だからこれからは、銀行の口座開設でいくらやりますよっていうのは、受けなくなってくるような気がするんですよ。どうですかね。まあでもね、まあまあ、まあまあいいんじゃないですか、でも。これよく頑張ったことだと思います、今の状況で。ただ、頑張ったところは評価するんですけども、結果的に、このぐらいじゃ口座開設しませんよっていうのが、正直な消費者さんの声じゃないかなと思います。これからもね、いいキャンペーンどんどん打って、日本に楽天ありというところを見せていただきたいと思います。それでは本日は以上です。